こんにちは、松下ゆりです。ちゃんと見えてるかな。よっ、ちょっと行きます。はい、今日も万葉集話、134話を始めていこうと思います。みし噛んじゃった、いきなり。皆さん連休どうでしたか。あ、ひかりさんこんにちは、見に来てくれてありがとうございます。チョボさんもこんにちは。いやー、ちょっと久しぶりすぎてなんか緊張してきちゃった。そうです、私はちょっと沖縄に旅をしておりました。あの、なんか久しぶりの旅でちょっとだいぶ充電しつつ、なんかまだなんかあの日常とのこの波がうまく戻ってこずに、なんかちょっとぼやぼやしてます。あ、赤花さんもこんにちは、海津さんもこんにちはです。なんかもう一人いらっしゃ、あ、もう一人来てたのは私でした。八丁さん、素敵な連休をお過ごしでて、ありがとうございます。もう旅が私の、 あの生きる糧でございます。あ、あやいるさんもこんにちは。もうなんかあの、ずっとこもってるとどうしてもこうなんか自分に全集中しすぎて、なかなかこう幅が広がっていかないのと、なんかこう栄養不足になっちゃうので、あの定期的に旅をするために私は頑張って稼いで生きております。